ザウバー C30 は、ザウバーが2011年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラワンカー。2011年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。C30 は、長年エンジニアリング部門を率いてきた、ウィリー・ランプに代わり、ジェームス・キーが中心となって開発された。カーズはエンジン供給を受けるフェラーリ製のユニットを、搭載する。ギアボックスも、 フェラーリ製であるため、リアサスペンションは、フェラーリと同じく、プッシュロ挙式を継続している。2011年1月31日に、バレンシアサーキットで C30 が発表され、午後から小林カムイによって、シェイクダウンが行われた。メキシコ人ドライバーセルジオ・ペレスが新加入し、メキシコ系スポンサーが増えることが発表された。開幕戦では7、8位に、 ダブル入賞したものの、リアウィングの寸法規定違反により失格処分を受け、貴重な10ポイントを失った。それでも、前半戦は小林がコンスタントに入賞し、第7戦カナダ GP では、赤旗中断前まで2位を走行する回想を見せた。ペレスも非凡な才能を見せたが、第6戦モナコ GP で、ハードクラッシュを喫し、2戦を欠場した。FIA が、 エンジン廃棄の空力的利用を禁止する方針を示したのを受け、ザウバーは一旦この分野の開発を中止した。しかし、フェラーリとザウバーが反対したものの、イギリス GP 以降オフスロットレブローイングの使用が一転して認められたため、後半戦はハンディを背負って戦うことになった。コンコルド協定では、コンストラクターズランキング6位に900万ユーロが支給されるため、ザウバーは ホースインディアやトロロッソと激しく6位の座を争った。日本 GP ではフロントウィングやフロアなど各所にアップデートを施した。最終的にはホースインディアに逆転を許しトロロッソを辛くも抑えてランキング7位となった。マレーシア GP にてミハイル・シューマッハをオーバーテイクする小林カムイ。ありがとうございます。